めちゃくちゃ水辺の基地ある。え、うわあ、お前俺のこと敵として。ああ、なるほどね。これはそっかそっか、他のイーガダンはだませてもああいう装置はだませねえんだな。あ、日誌先読むか。拠点建造マニュアル上巻。地底の探査を安全かつ効率的に行えるよう、ある程度の間隔を空けて中継拠点を建造すべし。あ、だからいっぱい拠点あんのか、地底に。建造にあたっては魔物からの自衛可能な、できるだけ地の利を生かした場所を選ぶこと。その1、魔物が到達できぬほどの高所を選べ。建造は困難だが守りは固いと言える。あ、確かになんか、めっちゃ登らなきゃいけないところ、あるね。その2、水場に囲まれた中州を作れ。あ、今みたいなとこか。多くの魔物は水を苦手として泳げない。確かにリザルフォス系以外は。その3、やむを得ず平地を選ぶ場合はバリケードなどで十分に守りを固めること。個々の拠点に共通の構造、および運営については下巻に続く。甲賀様に栄光あれ。なるほどね。下巻もあんのか。え、めっちゃついてきてる。ちげえ、ついてきてんじゃねえ。そっか、でもこういう機械って、あ、そっか、電源切ると落ちちゃうのか。なんか自分が電源入れると、みたいなやつあるよね。よし。結構時間かかったな。結構楽しみなんだよな、毎回。イーガダン設計図。水上性表記。ああ、なるほどね。これさえあればどんどん氷を水の上で作れますよってことか。それありがたい。なんだこりゃ。え、めちゃくちゃに爆破させる系か。ユンボーでもいけんのか。ああ、でもユンボーだと死ぬほど時間かかりそう。いや、かといってルージュだから早いとかもないよね。でもルージュの方が範囲はありそう。何なんだろう。めちゃくちゃゾナニウムは手に入るけど、なんもねえのか。いや、ライネルの弓もったいねえけど、この三連とか削ってった方が早えな。さすがに。いや、とはいえマジで何も出てこねえ。マジで結構なんもないな。HP がやられるだけなんだけど。岩塩とかオパールとか取れますよってことなのか。不思議空間。HP がめっちゃない。闇雲に爆弾花を使っただけの空間になったけど。何だったんだ。え、登れるようになってる。イーガダン設計図あと何個ぐらいあるんだろう。どこで回しば、あ、さっきのやつか。いや、確かにあると便利。どこでももう登れるようになるな、これからじゃあ。どこで回しばか、いいな。あ、確かに。この施設ではどこで回しばが流行してんだ。天井から地面まで伸びた壁の中に明らかに異質なものがあるようだ。自然地形ではなく人工物で作られているようなのである。しかし入り口はどこにも見当たらず侵入することができない。きっと何かお宝が眠ってるに違いないが、どこから入ればいいのだろうか。地面を掘り進むわけにもいかないし、まずは地上へ行ってみるか。確か地上も似たような人工遺跡でローメイと、あー、ローメイ城か。あと一個あんだよな、ローメイ城。もう見つけてあるんすけど、一応。ローメイ城も確かに行きたいな。あと一個だからな。なんか、北東にあるんすよね。あー、なるほどね。炎の機械が置いてある。あ、炎ででも、トゲを焼いてくれてるぞ。あれ、壊せそうだ。これで侵入できるけど、迷路みたいになってんな、ここは。イーガダン凝ってんな、施設がいちいち。待て待て待て。謎解きじゃん。あ、気球もあるな。あ、中に入れねえのか、これ、まさか。あ、でも入れるな、こっから。うわぁ！なるほど。でも一個ずつ電源切っていけばいいだけの話だぞ。めちゃくちゃ迷路だ。なんでなんで、楽しもうとしてる？何？あ、バナナだ。
当たりなのか、ここは。どういう施設これ。道中ゾナウギアが格納された補給地点のようなものが見られる。地底における我々の活動、主に移動手段としてもはやゾナウギアは欠かせぬ存在だが、あ、確かになんかいろんなとこにあんだよな、翼とかバネとか置いてある場所。この暗い地底、時に壁にぶつかったり谷に落ちたり乗り物を破損するケースも多い。そんな時、普段の補給地点が救いとなる。まだ使える部品が交換できるわけだ。かつてここを開拓した存在に感謝しつつ、ありがたくゾナウギアを拝借させていただこう。ゴーガ様に栄光ある。でも毎回補充されてるから、お前らが補充してんの。わ、なんだなんだなんだ。え、なんだ、え、なんだなんだな、それ何。え、めっちゃ楽し、うわー、なになになに、すげえ楽しそうなことやってんじゃん。なになに、どうしたどうした、乗せてよ。くっそ、こうなったら。わー、なるほどね、ああいうトロッコで遊んでんのか。いいな、連れてってもらってるわ。トゲで武装されてるからな。二人乗ってない、二人の、行け、ユンボ。なるほど、こういう時はユンボか。トロッコかな、さっきの。だいたい、あ、でもそれか、あの炎を撃つやつかな、設置型の。三輪車。おもろそ。本当にこいつらは創造性が豊かだな。ルミーのねぐら。ルミーのねぐら？ルミーってあの金めっちゃくれるやつ。あ、ほんとだ。ルミーみたいなやついた、今。何ここ、めっちゃいいじゃん。じゃあお金いっぱいもらえんの。いやでも寝てるところを襲うのなんか心が痛むな。ほんとだ、いっぱいいる。いいの、なんか寝てるところ悪いけど。いやそうだよね、申し訳ねえわ。え、何ここ、そういう殺戮の空間なの。え、そんだけの空間なの。ルミーのねぐら、地下なの、あいつら地下に住んでんの。じゃあお金なくなったらここ来ればいいってこと。心が痛むよそんなの。いや申し訳ない、申し訳ない、本当に。え、なんかお宝とかは、おとかはないの、ここルミーのねぐらには。ルミーの衣装とかねえのかな。え、ただただ本当にルミーのねぐらって感じだな。いやマジでいっぱいルミーがいる。ルミーにさ、ユンボ当てたらどうなんだ。いけ、ユンボ。いや申し訳ない、申し訳ない、本当に金いっぱいもらってこんなに金持ってんのに。めっちゃ逃げ回ってる、まだ、いまだに。申し訳ねえわ、申し訳ねえ空間じゃん、ただの。僻地の闘技場、新しい闘技場見つけちまったよ。え、何が来るんだろう。もう何が来ても全然いいけどな。ただ武器は今あんまないんだよな。武器がいいやつが全然ないけど、まあマスターソードあるしいっかみたいな感覚で行くか。いいよ、僻地のやつら来い。僻地だよね、何が来るんだろう。ライネル的な感じかな、また。ライネルじゃない、リザルフォスだ。え、そんなこともあんの。お前らで何ができんの、マジで。お前ら何ができんだい、一体。こうよ、そしてこうよ。え、何、リザルフォスいくら出てこられたって別に何の障害でもないんだけど。え、だって煙だけで、うわー凍らされる。煙だけでこうよ、だって。お前、俺らに気づけるまで、気づく前に殺してしまうよ。なに、こんな簡単な闘技場もあんの。え、マジで一番最初ライネル引いたのって本当に運がなかったのか。いや、ノーダメだぞ、このまま行くと。いいか、ノーダメだぞ。いやー、もうめちゃくちゃ強いリザルフォスなんてこの世に存在しないからな、だって。もう、終わるよ、お前ら。なんか、どんな武器持ってるか知らんけど。あー、たくさんだ。たくさん出てきたところでよ。こうよ。もう、瞬く間に終わるよ。で、お前なんか、仲間たちの氷で凍らされてるやつもいるし。
それでいいのかお前らは。本当にお前仲間たちのやつで凍らされたぞ。じゃあ溶かしてやるよ。燃えろ燃えろ。これが、あ、そうか、これあれか、正気の剣か、俺が使ってんの。かっけえな、でも一応モーションが。え、こんな簡単な闘技場もあんの？何これ、トゲボネブーメランって何？闘技場今んところライネルのところ、ライネルのところ以外大したことねえな。じゃあ宝も大したことないのかな。ラービオの頭巾、何それ。壁画になれる不思議な腕輪を持つ旅の商人の頭巾。壁画は無理だが壁登りの横移動が早くなる。簡単には手に入らない珍しいもの。え、めっちゃいいじゃん。壁登り、かわいくない。え、壁登りの横移動、横移動、しかも縦移動が早くなってほしいんだけど。あ、確かになんとなく早い。え、なになになにこれ、浮いてんな。どういう機械それ。え、なにこの機械、初めて見るタイプなんだけど。え、これなに、浮かしてどうすんの。え、なんなのこれ、なにやってたのあいつ、なんなの、使い道ある、今の。まあ呼んでみよう。随所に巨木の根のようなものが生えてる。なんか生えてるね。あれは十分な強度があるようで、正気を避けて通る足場として活用可能だ。しかし中には危険なものが紛れてるようだ。あ、そうだね、赤いやつは。怪しく赤黒く光る根がそれだ。どうも正気はあの根から染み出してるらしい。かといって切り倒したり燃やしたりもできない。あれは避けるのが無難だろ。おー、そうだね。知ってる。知ってることばっかり。え、まさかさっきのやつじゃないよね。さすがにいらねえぞ。え、巻き罠。え、何それ。めっちゃ良さそうだな。何それ、今度使ってみよう。何巻き罠って、もう早速使ってみる。何何何、え、どういう効果。うわー、すっごっ。いろんなことが起こった。え、なんかいいな。先に殺しとくか。よし。うわよし。イーガダンの罠は本当に強いな。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。もうマックス薬使うしかねえじゃん。やば、あれめっちゃすげえじゃん。どうすりゃいい、どうすりゃいい、どうすりゃいい。もう死ぬ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 。すごいな。範囲外に離れる以外、あれ欲しいぞ。もうあれにしてくれ、今回の報酬。極めて暗いこの地ではわずかな光もよく目立つ。闇ホタルがその代表例だ。ただそれ以外にも、どうもぼんやりと光る、人玉のような妙な光を見ている気がしてならない。あー、ポーだよ。確信が持てないのは、実際に近づいてみるとそんなものはなく、何も見つからないためだ。団員の誰もが見たことがあると主張しているのに、実態を掴んだ者は一人もいない。いつしかあれは別種のホタルだという結論に落ち着いたが、本当に見間違いだろうか。どうか進化を知り、あれを集めてる輩が不意調した噂ではないかとも思えてくるのだ。あー、なるほどね。ポーのことね。みんな集めてねえんだ、そもそも。漁船。両船かな。なんか良さそう。でかい巨像みたいなやつあるな。すげえ。何これ、上まで行けんのか。あ、根がある。断崖の魔人像。ここは魔人像か。え、こんなノーヒントで来れるか。魔人に教えてもらってきたけど、どうやって喋り、あ、祈る。我に語りかける者よ、捧げよ。我にあの世へと帰すべき御霊ポーを捧げよ。あ、オッケーオッケー、それ聞いたわ。善悪、あ、オッケーオッケー、聞いた。それ友達、そなたが我が同胞と出会って、そうなんだよ、友達と出会ってる。衣装くれ。暗闇の子、なんて書いてあるかわかんねえ。
けどこれをもらおう。奇妙な像に、あ、オッケーオッケー。捧げよう。で、混乱の花もちょっと、買っとこう。ありがとう。え、こんな見つけられる？この地で我の同胞を探すのだ。あ、オッケー。あと一個ぐらいなんだよな。何暗闇の像って。わ、ほんとは怖い顔してる。いや、怖い顔してんな、お前。オッケーオッケー。で、ついでに、まあ、確かになんかここら辺来れなかったから。いや、そっか、こんな、上の方にまで根があるパターンもあんのか。これは、魔人像の場所教えてもらってなかったらわかんなかったな。しかもほぼなんもないじゃん。え？お前らは輝いてろ。何？この辺になんかあんの？化石みたいな。オルディンの闇化石。おぉ。化石って言われてもな。あ、落ちたの。お前みたいなやつ落ちて大丈夫なの？いや、どういう運動神経それ。化石なんかあんのか。うわ、出た。え、ここどうやって戦う？だってもう爆弾使えないぞ、この空間。輝かせるか。範囲攻撃は爆弾以外が微妙だよな。輝け！輝かせて、もう一体一体弓で潰していくしかねえのか、これ。あ、そっか。こういう時のために、いやー、あんまないけど、タイマー爆弾。爆破しろ！爆破するまでに寄られちゃう。タイマー爆弾爆発する前に寄られちゃうよ。うわー、捕まった。何この技、何この技。怖い怖い怖い。え、死ぬ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 。死ぬじゃん。え、だったら、なんだ、あんなに余裕で勝ってたのに、爆弾使えないだけでこれかよ。輝け！輝きスタン入れて、で、もう一回輝かせてる間に、大砲よ。ただ、大砲使うなら、重心で使った方がいいよね。ぶっ飛べ！あ、オッケーオッケー、これでいける。いや、火山地帯なんでね。ちょっと。よし、火山地帯なんで、爆弾使うと爆発するんですよね。マスターソードで勝ってやろう。ガノンだし。何ガノン？あ、剣か。苦手なんだよな。あ、でももう縦切りはなんとかなる。マスターソードの力見せてやるよ。前回拾ったんで。横がな、避けれねえんだよな、あんま。あ、これ横だな。ほらね、避けれない。いいよいいよ、かかってこいよ。それどういう攻撃？回転切り？それは盾ですね。あ、盾すらもう避けれなくなった。普通の通常攻撃みたいなやつもしてくんじゃん。ここ！よし！一回止まったところだな。ただこれ毎回はできんな、俺多分。引くとかもできるんだ。立て！いや、もうここで落とす。いやー、本当に苦手だな、この人。ありがとう。こいつがいるぐらいなのかな。毎回いるよな、化石のところ。あ、宝あるわ。一応。なんだろう。あー、怖っ！イブキの勇者のズボン。あ、ラッキーラッキー。化石系にもあんだ、こういうの。もう逃げよ、速攻。衣装さえもらえりゃこっちのもんよ。じゃあな、じゃあな、じゃあな、じゃあな。十分、十分、十分。怖い、怖い、怖い、怖い。火山地帯ちょっと、分が悪いわ。あ、でも、嬉しいの。え、半ズボンな。イブキの勇者のズボン。荒野を旅する勇者のため、あつらえたと言われてるズボン。サイズもちょうどよく履き心地がいい。本当に？なんかかっこよくなくない？え？灼熱の闘技場？マジか。いや、まあまあ、でも、闘技場なんて、ちょっと料理作っとこう。闘技場なんて、もう大したことないってわかってるからな。灼熱っぽい奴らって誰だろう？よし、力2個目で回復していってみよう。
灼熱っぽい敵誰かいたっけ。え、誰だろう。あー、でもまた、あ、ボコブリンとか、ボコブリン的な感じじゃない。なんだ、簡単だな。いいのかよ、そんなんで。そういうパターンもあんだ。いや、もうこんなん負けるわけないじゃないっすか。殺戮マシン行ったれ。勝てんのかな、あいつで。頑張れ頑張れ。あ、全然勝てそうじゃん。強いな。あ、楽勝楽勝。ナイス、よくやったぞ。あ、白ボコブリン、トゲバット持ちね。でも行ってこい、殺戮マシン、お前なら勝てる。あと何体、あと1体ぐらいか。全種類のやつが出てきて終わりか。いけいけいけ。レーザーで倒せ。でも攻撃力はあんま高くないんだね、ゾナニウムの兵器。だからどっちかというと、もう攻撃ってよりかはもう氷とか電気とかでやった方がいいな。じゃないと全然一生倒せねえ。普通にこいつらが HP 高いだけっていうのもあると思うけど、全然倒せる気配ないもん。全然倒せる気配ない。あ、だったらこいつの方に誘導してビリビリとかさせた方が。あー、止まっちゃったあいつ。まあまあまあ、よく頑張った、十分だよ。あとは任せろ。いやー、どんだけ出てこようとだよ。いや、ライネルでいいよ。毎回ライネルでいいよ、本当に。じゃないとそっちも困るだろ。いろいろ。順番に不意打ちしてくだけだぞ。でもいいお宝なんでしょ？ザントの兜。何それ？黄昏の世界に君臨し、冷酷非情と恐れられたなんとか王が身につけてたやつらしい。なんだろう、ザントって。おー、悪くない。え、この殺戮マシンちょっともう一回作り直さなきゃだな。実用性がないっていうのが分かっただけでまあ十分だな。また迷路式か。わあ、炎のやつまたあるわ。うわ、またただ違うタイプの炎のやつだ。うわあ、お前ちょっと待って、味方味方、俺味方、俺味方、ちょっと待って、それ強いな。いや、ちょっと待って待って待って、強い強い強い、それそれ強い。おお、あいつを戻ってこられたら大変なんだけど。ゾナーエネルギーの結晶発掘中、見たこともない装備品を発見した。愚かにも持ち帰るのを忘れてしまったが、発見時は大事に保管すべしとのお達しだ。発見した装備品から推測するに、未発見のものもまだ多く眠ってるのでは。何の話。突撃台車。うわ、絶対いい。そろそろ終わろうかな。そろそろ英傑装備揃えに行こうかな。ちょっと最後にここだけ行きたいんすけど。なんかマップでも、隔絶された空間あるんで。またグリオークの隅みたいな、そういうノリなのかな。あ、ここか、入り口。ここっぽいな。ユンボ。入り口っぽいな。よし。お、道が開けたの。なんだこの空間は。でっかい岩がとにかくある。たださらに、あ、でも爆弾花も置いてくれてる。なんか秘密の場所なんだな。絶対に。岩塩も落ちてきた。なんかユンボー、そんな有効じゃないね。ユンボ使い道若干微妙だな。ルージュの方が広範囲な気もしてる。え、全然削れんもん、ユンボ。だってルージュだったら、これなのに。あ。え。スタルヒノプクス的な？スタルヒノックスかい。え、でもなんでお前がこんな場所にっていう感じの話になってくるけど。まあまあ、HP 不安。まあ、とはいえ。あっかれ骨塚。ほー。あ、なんか宝箱も置いてあんな。
え、ちょっと待って、ちょっと、あ、でもそういうシステムならこうよ。はい、お前ら全員倒したらヒノックスが目覚めるとか、そういうシステムなんだな。目開いてますね。今がチャンスなの。ちょっと待って、今がチャンスな。めっちゃ笑ってんな。もう死にそうだぞお前。やばい、勝手に死にそうだな。こいつの倒し方ほんとわかんない。マスターソードで魔を払えば倒せたりすんのか。1回目は倒せないとか、そういうシステムあったりする。よし、ほんとこいつの倒し方わかんねえわ。何だったの、さぞいいお宝なんだろうな。大ゴロン島、え、何それ。ゴロンの名所が時を超えて旅をした勇者のために作ったと言われる伝説的な剛剣、匠の技が光る抜群の切れ味を持つ。え、何それ、こんなところでそんな上等なものが。え、何それ。はあ、体験か、しかも。え、かっこいいじゃん。ま、いっか。じゃあ今日は、もともとの目的は、英傑じゃなくて、神獣装備を揃えて、ハイラル城潜入なんで、そっち行こうかな。もう地下もだいぶ探索して、マップとかこんくらい開いてて、で、あと、イーガダンの、領地的なところにも目印つけてたんで、あとはもうちょいって感じかな。ここら辺のバッテンもそのうち行くって感じで進めてこうかな。あ、せっかくなら、ちょっと王の鱗のやつを。あ、なんだこれ。え、何これ、アトラクションできようと、え、何してんのお前。え、何、何の話ですから。ボコブリンはですね、ベチャッと潰れた大きな花が特徴で、そして耳がブワーっとしてまして、角もこうニョンとですね。さすがにそれだけじゃわからないな。どうしたの。おお、お前か。ウィッダのこと改めて礼を言わせてくれ。気にすんな。おかげで俺も心の整理ができた。あ、しかもあのゲルドの町でどういう話の聞き方してんのリンクゲルドの町で楽しく暮らしてて、バウダーマイホームの仕事に戻ったようだし、俺もこれ以上に頑張らないとな。これまで以上に頑張らなくては。ああ、すまない。また長話に付き合わせてしまうところだった。この豪人は先日この市から村の一員となったギルトンさんという方なんだ。お前、市から村に来たの？なんで？魔人の人形を作ってほしいと頼まれてな。申し訳ございません。説明が下手くそで。ボコブリンの精巧な絵でもあればいいのですが、いかんせん絵心を持ち合わせておりませんので。俺持ってたかな。ですので、このギルトン、心を込めて何度でもご説明させていただきます。いや、説明だけじゃわからんだろ。そうだな、精巧な絵があれば一番だが、写し絵を見せる。持ってた俺、ボコブリンの写真。え、どれを見せればいいんだ。あ、なさそうだぞ、なさそうだぞ。素晴らしい絵なので、あ、オッケーオッケー。これはボコブリンではないか。え、ボコブリンの絵なんて俺持ってないよね。え、取ってこいってこと。しょうがねえなお前らは。一番近場にいたボコブリンの写真撮ってきてやったぞ。これでいいか。撮ってきてやったぞ。結構間近でな。これこそまさに私が求めていたボコブリンでございます。まあ確かにちょっとかっこよく撮ってきたわ。おお、これはいい絵だな。この精密さなら人形作れるぞ。こちらの絵をお借りしても。あ、どうぞ。うむ、任せろ。これだったらダダッと作ってやる。ダダッと決めてダダッと作る。ダダダ誰でも一度は絵の木だ公務店。どういう歌なんだろう。一度はってどういうことなんだ。渋いな。すごい。え、しかも写真の通り作れんの。よし、ダダッとできたな。キャムー、これです。これこそ私が求め続けた魔物人形。すごいな、この程度たやすいものだ。
え、何？写真の通り作れるの？ではこの人形をあちらのステージにいい感じに飾っていただけ。おう。それは無理だ。え？ひゃひゃ。おう。俺は完成形が定まっていないものは受け負わん主義だ。ああ、なるほどね。なんか職人だな。えのきだにはえのきだないのルールがあんだ。ヒム、誰かいい感じにステージに飾ってくれないでしょうか。いいよいいよ、飾ってやるよ。え、すげえな、えのきだ。マジで。え、てかさ、まさかだけどさ、これマスターソードとかにくっつけれたりすんのかな、スクラビルド。あ、さすがに無理か。え、こんな本物じゃん。まあ、せっかくならここら辺に立たせといてやる。いや、洞窟から出てくる感じを演出した方がいいか。ここにしよう。ちょうどいいんじゃ。どう？どう？飾ったよ。ヤギ、今なんと迫力あるでしょ。キャモ、魔物の香りまで漂ってきそうなほどの躍動感。素晴らしいキセンス。これこそ私が求めていたものです。確かに、まるで人形に命が宿ったかのようだ。それはお前の凄さだろ。そうだ、村の皆様にも見せてあげましょう。いやいや、こんなんビビるだけだろ。恐ろしいってなるだけだって。悪趣味だよ。さあさあ、皆様お目を拝借。こちらはかの有名なボコブリン。こんなに近くで見れるのはここだけ、ここだけ。しかも白銀だから一番強いボコブリンだぞ。まあ、あら、こう見ると結構可愛いわね。可愛くはないだろ。コホン、おめが潤ったところで次はお耳を拝借。改めまして、この愛らしい魔物はボコブリン。アイラル全土に生息しておりまして、一番目にする魔物かと思います。大ぶりなお耳とお鼻が可愛くて、ついつい抱きしめたくなるとは思いますが、ならねえ。話が通じる相手ではありませんので、腕に覚えない方は近づきませんように。なんだか愛、伊藤衆なってきたわ。本当にお前ら狂ってるぞ、感性。いやよ、いやよも、知らぬゆえ。見て、見て学ぶが好きの道。いつでもご覧くださいませ。え、ライネルとかの写真いいのあるけど。ありがとうございます、ありがとうございます。弟のみならず私までお世話になってしまいまして。こちらは心ばかりのお礼でございます。私の手作りの調味料みたいなものです、怖。ありがとう。でも怖いな。きっと相当名の知れた絵師様なのでしょうね。私は世界中の魔物人形を集め、それを飾り、皆に魔物の良さを伝えるのが夢なのです。あなたのおかげで夢の第一歩が踏み出せました。なるほどね。村のみんなも喜んでくれるのならもっと作ってみるか。キャム、本当ですか？それでしたら今度はホラブリンを作ってほしいんです。あー、ホラブリンね。なんか今度じゃあいい写真撮ってくるわ。ホラブリンの写真とか俺持ってないよね。ホラブリンな、写真撮るのむずいよ。クム、ミンフラ、ゼッカワミ。ミヤマが抱く三つの人、その中心ね。三つの湯を導き、彼の地に満ちるとき。あ、オッケーオッケー。人を探せってことか。飛行訓練所。あ、でも、クムの地ってのがあるな。ここ温泉だったりすんのか。古びた地図。この古びた地図の宝は入手済みだった。そんなことあんのかい。え、もしかしてこいつが守ってんのか。いや、まさかまさかね。倒したる。うわ、これとこれとこれとの間なのかな。ちょうどやっぱこの辺なのかな。さっきグリオークがいたあたりなのか。あ、それかなんかここにもわけわかんないのあるけど、ちょうど中間だからこの辺なのか。いや、全然わかんないけど、一つ一つが人なのかも。宝箱よっ。大きなゾナニウムかい。めちゃくちゃにでかい氷あんな。これ溶けんのかな。すごっ、こんなんあんの。あ、でも溶けてってるな。
グリオークの力見せてやろうか。あ、これでいけんじゃん。わ、カリフの頭早っ。強っ。あ、なんか道が出てきたな。発見。ビロン雪原北洞窟。ほう。一応カリオの頭持ってっとくか。ここら辺は溶かせるわけじゃねえのか。爆弾岩めっちゃ落ちてて怖っ。ちょっと待って、ちょっと待って。爆弾で、あ、いよいよこれってことかな。まあ、確かにめちゃくちゃでかかったから、可能性はありそう。あんなん。あ、でもあれは壊してくださいみたいなシステムだったけど。こんなんルージュで一発じゃない。落ちた。あー、でも、壊せそうなもんとこがいっぱいだ。爆弾岩使っていろんな場所を壊せってことか。え、ヒントあるか、どっかに。温泉だ。回復してってる。ここ秘湯なんだ。知る人ぞ知る宝箱だ。まさかこれではないわな。ってことは矢を使いなさいってことなんだ。あ、ちょうどダメージ受けてたし、回復をさせてもらおう。え、なんかどっかにヒントあんのか。結構岩場多かったぞ。壊せる。え、しかも爆弾バナ、さっきの地底探索の時に結構使っちゃってあんまないぞ。ここが入ってきた場所か。あ、なんか明かり花の数とかなのか。いやー、わかんねえけど一発で当てるか。なんも、なんもないやつ。なんもないとこ行きます。温泉が出てきたー。あ、これ回数制限あるのか。まさか。そうかそうか。え、じゃあ明かりがあるところ行ったらどうなるかやってみよう。あ、わあ、敵が出てきた。なるほどなるほど。ちょっと待って、ここで凍らされるわけには。外れってことかい。これは外れっぽいな。ほう。あ、じゃあさっきのは当たりだったってこと。え、全部壊したくはなるけど。え、こことかめちゃくちゃ気になるな。登ってみよう。あ、敵が出てる。アイスキースだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、コール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 。よし、厄介だな。え、何何がヒントになってんのマジで。あ、そっか、別に矢でやんなくても、ヤー爆弾じゃなくてもそのまま殴りに行ってもいいのか。明かり花があります。これがヒントになってたのか。アイスキース、ここだったら対応もしやすいわ。ほう、何がヒント、何がヒント。え、これ滝登り的なシステム。あ、滝登りっぽい。なんだ、滝登りか。じゃあ一発で当ててたのか、もしや。いや、でも滝登りの装備持ってるとは限らないよね、ここに来るまでに。これで登ると。いや、とはいえ登ったとて。え、じゃあ次どうしよう。ここ行ってみる。あー、温泉が出ちゃった。温泉出していいのかこれ。やっぱ明かり花とか何もないところが温泉なのか。何がヒントになってんだろう。ここじゃねじゃ。いや、何もない、ただの壁だったわ。明かり花、明かり花、明かり花。あと明かり花ないとこどこだ。ないぞ。わかんねえけど、ここ行く？
キース出てくんな。ヒントなくない？同じ高さとかでもないしね。あ、そっか、三つの秘湯か。じゃあこの距離からクムの池、クムの温泉のやつがこの今リンクが向いてる方、あ、これクムか。これクムから来てる。ちょっと待って、リンク。向きを変えろ。どうやって向きを変えるこれ。クムから来てるとかそういう話だな、多分。どっから来てるかっていう話だろう。で、こっちの温泉は、あ、やっぱそうだ。こっから来てる。あと一個、じゃあこっちの温泉から来てるやつを探せばいいんだ。だから向き的には、この辺？こっちの方角だ。いや、開いてる。開いてなさそうな穴。あ、これだな、じゃあ。なるほど、そういうことか。よくわかったぜ。これでよかったのかい。開くね。簡単じゃねえか。そうか、この謎を解き明かすまでに時間がかかったってだけか。そっかそっか。じゃあここに来るまでの道もそうだし、ここに来てからもだったのか。悔しい。じゃあもらおうぜ。心中兵装メド。え、これってさ、本当に何の役に立つんだ。寒さガード強えのかな、他のやつより。でもなんかあんま強くなさそうだよね、心中の装備って。どういう使い道があるんだろう。あ、すげえ。チューリーもメドを装備してる。あ、これ装備すると、あれだっけ？チューリーとかの性能が上がるのかな？なんか言ってたもんね、ルージュの時も。そっか、そういうやつか。寒さガードしつつ、チューリーも強くなりますよ、的な話なのか。取ってきたよ、チューリー。お、リンク、来てくれたんだね。あー、秘宝これじゃねえの。あ、話して。え、まさかリンクが被ってる、それが3つの人の中心で見つけた秘宝なの。そうなの、大変だった、結構。本当にあったんだ。あの暗号から見つけ出しちゃうなんて、さすがリンクだね。もともとは賢者が被ってた兜みたいだけど、今のオイラには重たくて使えなそうだね。でもなんだか不思議な力を感じる。賢者のオイラとリンクの絆が強くなるような。ねえリンク、もしよかったらその兜は、リンクが使ってよ。オイラが感じた不思議な力、きっとゼルダ姫様を探すのに役に立つはずだ。あ、そうなの。オイラの魂はいつだってリンクと一緒。ピンチの時は助けてあげるからね。ありがとう。やっぱそうなのか。賢者の力が強くなるのか。じゃあ次。シド。大いなる魚の下に眠る秘宝。悠久の守護者たる大いなる魚、その泰造の真下に秘宝は眠る。泰造へ続く長き橋の下。恐れを捨て二つの落水をくぐりし者。あー、オッケー。ほう。長き、もう一回見よう。長き橋の下だから、これめちゃくちゃこの辺ってこと？で、今日恐れを捨てて飛び込めって言ってたからな。で、像があるんだよね。なんか、どっかに。像がどっかにあんだ。どっかに飛び込めばいいんだ。像があるとことは。え、どこだろう、像っぽいやつ。悠久の守護者たる大いなる魚、その泰造の真下に秘宝は眠る。魚の泰造の真下。え、これ魚じゃないよ。魚の泰造ってどれ？え、でも橋がこれで終わってしまわれる。二つの落水をくぐりし者に秘宝は授けられん。落水。滝みたいなことじゃねえかな。滝登りもできるしな。二つ。二つか。じゃあここじゃねえのか。だってここ一つしかねえもんな。滝。魚の像みたいなのもねえし。あ、落水っぽいもんあんな。ここら辺落ちてもなんもないよね。滝の中とかそういう話じゃないよね。滝の中だ。
中はあるけど特になんもない。あーでも、あ、なんかあったわ、発見。ゾーラの里地下の洞窟。あ、こんなんでいいのか、こんなんでいいのか。え、これは違うな、普通に大穴だ。全く違う何かを見つけたっぽいぞ。全く違う何かを見つけたっぽい。え、大穴があったぞ。この下でも大穴取ってるもんな。しびれたにし。二つの落水か。こっちの滝は何に繋がってんのかだけ見よう。なんだ、ここは大穴ってだけか、ただの。ここまっすぐ進むと、あ、なんかありますね。あれ、ここも。いや、まさかまさかまさか。よもやよもや。こんな簡単に。マジ？ほんと？バチバチに簡単じゃん、ここ。もっともっと早くゲットできそうだったな、だったら。いや、まさかこんな簡単に手に入るとは。ちょっと象みたいになってんだ。まあ、シドに見せに行くか。嘘だろ。ものの1分ぐらいで。まあまあまあ、助かるわ。あんま重要じゃないのか、これ。よし、シド見つけてきた。見つけてきたよ。何？君が被ってるそれが秘宝なのか。さすがだぞ、リンク。どうやら秘宝というのは水の賢者が被っていた兜のようだな。俺の中の水の賢者の力と共鳴しているようにも感じるぞ。リンク、その兜は君が使ってくれ。水の賢者である俺と君の絆をより一層強くしてくれるに違いない。君の旅路もきっと役立つはずだ。俺の魂は常に君と共にある。困った時はいつでも呼んでくれ。ああ、ありがとな。じゃあ、ゴロン行くか。簡単だったな、ここが一番。なんかここはトカゲ岩がどうのこうのって話だったよね。トカゲ池に眠る秘宝。兄さんお宝守ってる、弟お宝狙ってる、兄弟トカゲはいつだってお宝挟んで睨み合い。オッケー。こんなん絶対簡単だろ。トカゲ池、あ、ここだ。ここじゃん、絶対。トカゲのシルエット二つ。兄さんお宝守ってる、弟お宝狙ってる、兄弟トカゲいつだってお宝挟んで睨み合い。え、どっちが兄さん？上が兄さん、下がでかい方が兄さんとか。大きさ、あ、こいつの方がでかそうだな。だからこの兄さんが守ってんだろ。で、お前弟狙ってんだろ。どうだ、わしど被ってるわ。いいね。まあ、とりあえずトカゲ岩の中央行ってみるか。トカゲ池か。あ、あれかな。わ、ほんとは上から見てもトカゲのシルエットになってるわ。すげえ。トカゲっぽい。どっちが兄さんでどっちが弟かわからんけど。兄さん、守ってるんだろ？で、弟が狙ってんだろう。ちょうど中央あたりにあったりすんのか、これも。でも、兄さんが守ってるって言うんだったら、兄さんの後ろ側にあったりもしそうだけど。まあ、とりあえず、まずは、中央あたりを。何かありそうか。なんもなさそうだぞ。ヒノックスみたいなやつはいるけど、もうちょい中央みたいなとこに行った方がいいのか。お前どっちだ？池の中とかではないんだよね。さ、わからんぞ。あ、なんかあるな。いや、なんかあるけど、まさかまさか、ユンボ。ここじゃねえよな、さすがに。発見したけど何かを、トカゲの隠れ穴見つけたけど。
いや、まさかまさか、そんなそんな。ルージュンと結構大変だったよ。チューリーのやつも。え、宝みたいなのあるけども。いや、簡単なんだこれって。もう、取ってくれってやつなんだ。真珠兵装ルーダニア。わ、そうなんだ。怖、ルーダニア。ユンボウも被ってる。あ、被ってる。かわいいな、お前。ちょっとたくましいじゃん。そっかそっか、ボス倒した後の賢者が被ってたみたいな、やつをみんなで被れるっていうシステムか。真珠の名がついた装備。今被ってるのがその装備ごろ。むちゃくちゃイカスお宝だごろ。溶岩も冷えちまって、もしかしたらとは思ってたけど、本当にお宝見つけちまうとはな。さすがユンボウの相棒だな。幼ごろんだった頃の俺に教えてやりてえよ。兄弟トカゲは本当にいたんだってな。なんだか夢が叶ったようで嬉しいじゃねえか。いいことを教えてくれてありがとうよ。いや、こちらこそな。トカゲ池は危ない場所でもなそうだし、近づいちゃダメって言われてたのは僕の勘違いだったのかもしれない頃、確かに敵はあんまいなかったし、今回は直接の手がかりにはならなかったけど、ゼルダ様に少しでも近づけるよ。僕もこの辺りをもっともっと調べる頃。頼む。あ、そうなの。え、そうなの。ちょっと前まで俺んとこに来てよ。ああ、そっか。あ、いいな、お前。ユンボウ頼ってやれ。そっか、こんな感じになったか。じゃあ、もう、いっか。ハイラル城潜入するか、じゃあ。まあ、一応、真珠装備全部揃ったし。まあ、行ってみるか。いや、まだ、最終決戦ってわけではないと思うけど。まあ一応リンクっぽいやつで行くか。大空の勇者のズボンで行こっかな。フードの方がリンクっぽいのかな。フードで行こう。いや、でもこっちの方がリンクっぽいか。せっかくなら。マスターソードで。あー、てかリンクの盾も手に入れてえな。黄昏の弓も買い替えてえしな、ちょうど。いきなり本丸行っていいのかな。だって順当に登ってなんていけないもんね。ハイラル城一階。リンク。あ、リンク。何？私の元へ。どこ？どこ？私は待っています。え、最後じゃないよな、これさすがに。どこそこ。え、どうやってさ、どこここ。地下一階。地下一階？地下一階とは？地下一階と、あ、全然違う方向に飛んでる。地下一階ね。え、だって地下とか今空中だよ、ここ。地下とかあんの？え、そもそも上じゃないってことか。下なのか。いや、ってわけでもなっそう。ここなのか。ここっぽいな。2の丸。ここなの。あー、ゼルダ！悲しそうな顔。うわー、なに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 、急に。いや、まあいいけど別に。これで秒殺よ。だって言ったら。なんだお前ら。え、この闘技場システムでいいの？一体一体倒してっていいの？マスターソードでどんどん不意打ちしていくっていう謎の勇者のスタイルでいいの？え、これ最終決戦なんのか。もっとバチバチに装備整えた方がいいか、これ。次はどこ？ゼルダ。地下3階、どんどん下に行ってるってこと。え、もしかして地底に導いてんのか、リンクのこと。地下3階どうやって行くんだ。ってことは地上ってことか。地上行ってみます。
地下3階とは？ハイラル城地下2階。あ、やっぱそういうことか。なんだあいつ。あ、あいつはあいつか。地下3階とはもっと下なのか。え、どの辺が地下だろう。あいつは気になるけど。もっと下なの？あいつ気になんな。ここら辺から入ったら地下ですか？地下3階ですか？ここ。東高堂。ほう。地下3階じゃなさそうだな。キース、アイスライクライクもいるな。ちょっと待って、ちょっと、もうちょい別の場所も探してみるか。地下3階という。地下3階、え、もっと下なんてことないよな。さらに下とかあんのか。あー、なんか、こっちか。岩場あるぞ。ユンボ。行け！宝箱あるぞ。王家の弓。強そう。まあ、魔王の弓いらんか。え、くらいか？え、とはいえ、この下とかなんもないよな。さすがに。戻ってこれんくなっちゃうぞ。やばいやばいやばい。本当にやばいな、これ。え、とはいえ、地下3階ってどこだ、じゃあ。え、お前、ハイラル城のところでも出張でやってんの？大丈夫か？まあまあまあ。待っとけ待っとけ。いや、一応ちょっとじゃあ、やっとくか。せっかくならさっきイーガダンから手に入れたやつ作っていくか。行くぜ。地下3階がどこなのかいまいち分かってねえぞ。でもここに洞窟みたいなやつがあるからここなのか。さっき地下2階だったからちょうど地下3階だったりしますかね。敵も、あ、でもなんとなく空気感がそれっぽいぞ。船着き場。ほう。船着き場に着きました。で、あー、でもここ地下3階とか出てないな。なんだ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 。うわー、そっちから来んのかい。ほら、ファントムガノンも出てきましたね。ってことはいよいよそういうことなんですかね。爆破しろ、お前ら。吹っ飛ばしてやるよ。もう爆弾とか全部使ってやるよ。よし、ファントムガノン出せ、早く。ファントムガノン、何タイプ？槍か。あ、もう槍はもう完全に網羅してるよ、こっち。でもちょっとユンボーが邪魔で見え。何その新しい攻撃。え、何その新しい攻撃。ちょっと待って、ちょっと待って、正気が。いや、ちょっと賢者たちが邪魔で。場所も悪いし。俺一回も攻撃してないのに賢者だけでこんなダメージ与えてる。もう4人もいるから。ここ、よし、分かったぜ。今の攻撃このまま落とせ。いや、もう殴り勝てんじゃねえか。よし、正気の槍いらんな、もう。そっか、こいつと戦う意味って何なんだろう。無駄にダメージだけ受けちまったぜ。さてさて、船着き場というところに来たが、まあ、正気に蝕まれよとね。地下3階だといいけどな、ここ登ってったら。うわー、あ、なんかここあったよね。ここに火つけたらなんかみたいな、ありましたよね。ブレスオブザワイルドの時。おっと、ほこらじゃない。なんだ、うわー、
ハイリアの盾、防御力96。勇者が手に入れたという伝説とともに古よりハイラル王旗に受け継がれてきた盾、すご。他を寄せ付けない圧倒的な防御力と耐久性を誇る。マジ変える、捨てよ。え、せっかくならこれで行こうよ、ゼルダ様を救いに。地下3階はどこだ。ところで、そっかそっか、こういうのあったんだ。マスターソードも装備しときたい。マスターソード、黄昏、これがもうリンクっぽい。ここ地下3階かな。でも階段どんどん登っちゃってるけど、いいのかな。ゼルダいる？地下3階って聞いたけど、合ってるかな場所。迷子になってんだけど、え、あ、びっくりした。あ、え、地下3階ってどこ？ハイラル地下2階。ここより下ってことでしょって。あーでも下っぽいとこ行けそう。ここか。地下3階来た。あー図書室ね。オッケーオッケー。あ、シーカもこれ中央とかにいんの？図書室。ゼロだ、どこ？いる。写真には何も。うわー、なになになに、キノックスか。オッケー、いいだろ。ちょっと驚かしてくんな。いいよいいよいいよ、やってやるよ。あー、本当に群れもいる。ちょっと待って、ちょっと待って、爆破しろ、しびれろ、で爆破でこれ、よし、マスターソードで切ってやる、切り刻んでやるよ。すーごい攻撃してくんね。危な。よし、マスターソードの力が弱まってきただと。どういう意味？よし、何、マスターソードの力が弱まってきたのか。次はどこ行った。あ、そのまま動線通り行けばいいのか。こっちだな、行こう。ハイラルの盾を持ってるしな。ハイリアの盾だっけ、ハイリアの盾を持ってるしな。このまま進んでいいのか。剣が刺さってんな。騎士の剣は今はいらん。あ、ゼルダだ。悩んでる。思い悩んだ顔してる。え、まさかこんなところでさ、ライネルとか来ねえよな。次はどんな敵？あー、ギブドじゃん。懐かしい。え、ギブドさ、ユンボーでもいけんじゃないこれ。だよね。もう悪いけど、お前なんて。え、まだいんの？たくさんいるやん。ユンボー行け。つえ。あ、マスターストーン、マスターソードは傷つき眠ってしまっただと。まあまあまあ、眠らせてやろう、たまには。しゃあない。あ、火炎、火竜の頭は持ってるし。燃えろ燃えろ。ギブドどもが。ユンボーさえいれば。で、次は地下1階のあそこ。え、どういう動線で行けばいいのそれは。ちゃんと道順になってんのかだけ教えてほしいんだけど。え、ほんとに最終局面みたいになってんのこれ。あー、ちょうどいい、ちょうどいい。あいつらの写真撮らなきゃいけなかったんだよな。ハイラル城地下1階、この辺ってことか。近いな。わー、そもそもあれなのか、ゼルダの部屋みたいなとこにいんのか。いや、邪魔だ。道を開けろ。お前ら戦ってる場合じゃねえんだ。ゼルダの部屋っぽいな。オッケーオッケー、迎えに行ってやるよ今から。どこに誘導されてんだ俺は。ちょっと待って、衣装が違う、ダサすぎるこれじゃ。あー、でも近いは近いのか。
あ、やっぱゼルダの部屋にいる。ゼルダの部屋でも戦わせようとしてんの。なんか思い悩んでんな、本当に。思い悩んでんな。うわぁ！オッケーオッケー、お前らみたいなめんどくさいやつはこうよ。よし。次はどこだ？もう、いろんなとこ行かせるな、ゼルダのやつは。あ、でも割と近いな。また地下3階なの。こっから降りろってことか。え、なに？この場所は何なの？リンクとの思い出の地なの？それともただただ疲れさせてるだけなの、僕を。あ、なんか入れそうな場所ありますね。ここか。よし。あ、いるね。もう分かってきたぞ、お前の動き。なんとなく。丈夫な長棒をお前の顔つきにしといてやる。次は？うわー、後ろから来たの。ずるすぎんだろ、ずるすぎんだろ、ずるすぎんだろ。よし、ちょっと待って、ちょっと待って。お前も煙でどんよ。よし、こんなもんでいいか。何をさせたいんだ俺に一体。ここ下とかなんかあるか。木の矢10本。あ、宝がある。でも大したもんじゃないんでしょ、この絵の両手剣。まあ一応持ってっとくか。木の棒とかいらんし。そっか、リンクの武器を消耗させてってんのかな。次は何階だ。あ、同じだな。でもこっからは道続いてない感じだな。ゼルダいる。あ、いた。次はどんな魔物なの。もうどうせ魔物、うわ、ライクライクのライクライク軍団。炎で燃やせ。いやー、でもそっか、こんなん雷ガードさえつけとけば。火炎の実で、よし。あ、なんだ、演出入ったか。ゼルダはどこなの。いや、分かってる分かってる、今だから向かってんじゃん。あなたを待っている。いや、分かってる分かってる、録音した声じゃないそれ。もうそれしか知らないのか、ゼルダのセリフ。もっとあんだろ。次はどこ。もう次が最後ってこと。じゃあそんなこと言うなら本丸ってこと。あ、本丸だ。これだったらワープマーカーで飛んでける。え、まさか最後のボスとかではないよね。まさかね。だって最後絶対あれだもんね、地底だもんね。あ、まさか地底に今から向かわせられんのか。せっかくならリンクとして行くか。まあリンクだけど、ずっと本丸はこのまま降りたら本丸だよね、確か。どう登場したらいいんだろう。あ、こっからか。ゼルダいる？俺だけど。え、ここ本丸じゃないんすかね。本丸だ。あ、ゼルダいる。一応撃ってみる。あー、撃てなかった。何？リンク？本物なの？来てくれるのを待っていました。すんだめ。あなたに見せたいものがあるの。え、元通りにした。どうかしら。栄華を誇ったかつてのハイラル城、懐かしいでしょ。うわ、瞬間移動されてる。リンクが背後を取られてる。リンクと私の思い出の場所、よく目に焼き付けておいてね。これがあなたが目にする最後の景色になるのだからな。我が正気に犯
されてもなお生きながらえ、そして我のしもべどもを振る剣士。あの時貴様の命がついえなかったのは、その哀れな右腕の功力か。うん、まあよい、せっかく繋いだ命もここまでと。この娘の姿は貴様らを欺き惑わせ、観察するにはちょうどよかった。え、まさか本当に。その必要もない。我が血肉より生まれし人形よ、そやつを無ファントムガノンじゃん。じゃあ何体も倒してきたって、何体も倒してきたって。俺こいつよかった、ラスボスかと思ったよ。ええ、そんなに。ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って待って、え、輝かしていい、よし。ちょっと待って、マスターソードまだ戻ってきてねえのか、くっそ。こんな時に、え、そんなにいっぱいファントムかのにな。あ、でも一体一体は弱い。待って待って待って、一体一体は弱い。オッケーオッケー、いいだろう。まとめて全員殺してやるよ。じゃあゴレンライネルで爆弾で吹っ飛ばせばいいんでしょう。じゃあな、お前ら今日が最後だ。爆弾パーティーやってやるよ。吹っ飛べ。いつものファントムカノンよりか弱い感じになってんのかな。どう、あ、楽勝だったぞ。ライネル5連戦の方がきつかったよ。どんどん来るじゃん。3体になった。え、行こうって。またな、無限なの。え、正気をまとってますね。え、でもこれで、あ、爆弾がもうね、全然。まあこうなったらあまり使わないから。え、これ杭とか打ったらどうなんだろう。ここで杭とか打ったら、いや、どうもなんねどう分かった、大砲で吹っ飛ばしてやるよ。吹っ飛べ。いや、もう楽勝よお前ら。なんてもう爆弾も全然ねえんだけど、なんかお前らに聞く、金のリンゴとか聞いたかな。もしかしたら金のリンゴ撃ってやろうかな。暗い、金のリンゴどうだ、聞いたか。うわ、めっちゃ近くに来ましたね。いや、でもよし、楽勝よなんだお前ら、本物が来いよ。おお、やつのラウルの力だけではないというわけ。当たり前だろ、リンクだぞ。やはりここで片付けておくと。あ、本物来んの。わー、シド、ユンボ、ルージュ、本物だ、チューリー。え、マジで最終決戦なのこれ。え、まだまだやりたいこといっぱいあったぞ。奇跡を持つ者どもか。激アツじゃん。お前は何者だ。我がわからぬとは、その意志、神よの記憶までは与えてくれぬようだな。我が名はガノンドロフ。貴様らの祖が施した愚かな封印はわずかな時を稼いだにすぎぬ。え、もう勝てそうなんだけど、このメンバーいたら。見せてやろう、過去を。我が力戻りし時、再来する魔の世界を。え、早かったのか、ここに来るのに。いやー、本物じゃん。え、ちょっと待って、終わんの、もうゼルダの伝説。イデア・アナ・シモベド。ライネルも出てたよ。ライネルいっぱい出てんだけど。与えられ
力におごり、この地を支配するハイラル王国と。魔王だな。それに組みする者どもを一匹。うわ、すげえかっこいい馬乗ってる。まだ取り戻してねえの。闇に染まりし世界と共に、貴様らは終焉を迎える。よかった、ラスボス戦になるんじゃないかってちょっとヒヤヒヤして、もう気が気じゃなかったよ。あ、みんなありがとう、聞いてくれて。リュージュ今日も可愛いな。ご先祖が言ってた魔王ってあいつ、さっきのは本当にあったことなの？わかんない。間違いないだろう。遥かな過去、世界を滅ぼしかけた魔王ガノンドルフ、奴は蘇り、そして今また。冗談じゃないゴロ、あれが本当ならもうおしまいゴロ。いや、奴はまだ完全ではないだろう。現に今わらわたちを残し、そうだよね、倒せばいいのに。一旦監視砦に戻り、対策を練ってはどうだ。リンク、そなたも来てくれ。ルーシュ、美しい。ハートの器、なんでなんで、あいつボスだったの。ハートの器。やった。全然戦えたよ、ハートの器なくても。武器いっぱい落ちてますね。最後のエピソード記録に。わあ、最後の記録にエピソードが追加。さあ、冒険の記録だったわ。よかった。マジで最後かと思った。正気の剣とか落ちてるけど、この武器あんま強くねえんだよな。ビジュアルだけなんだよな。まあ、強いは強いんすけど。まあ、騎士の剣とかよりかはマシか。正気の剣ビジュアル好きだから持ってっとか。まあ、2本、まあ、3本持ってるわ。魔王の弓、どっちかというと槍の方がいいのかな。いや、まあ、いっか、剣で。めっちゃ落ちてる。こんなにいっぱい。なんだ、正気の棍棒。狂気に満ちた不吉の象徴する棍棒。その強力な一撃は対象を跡形もなく粉砕する。強っ。持ってこうぜ、正気の棍棒。いいじゃん。どうせビジュアルいいんでしょ。あー、強そう、強そう。こんなライネルとか持ってたら怖いもん。正気の棍棒一本だけかな。いや、もう爆弾で吹っ飛ばしまくったからね、結局。正気の剣だな。え、じゃあ何？戻ればいいの？まあ、もうちょっとだけやるか？監視取りで戻ってプルアの話聞くか。てかみんないんのかな？マスターソード結局復活しなかったの。あと3秒。一番欲しい時にマスターソード復活しなかった。使いどこ考えなきゃな。いや、まあ、てか、ライネルの弓とかもあってよかった。大足の弓かな？装備しとくか。わ、みんな揃ってる、すげえ。よ、ルージュ。おう。ご無事で何よりです、ルージュ様。うん。無事に決まっておろ。相変わらず心配性だな。わあ、ルージュだ、嬉しい。写真撮っとこう、一緒に。ルージュと一緒になら悩んどこ。いいね。よう、みんな。あ、シド。シド、どこもお怪我はないぞ。ヒレ一つ傷ついてないぞ。あ、でも登場かっこよかったな、シド。あ、よう、ユンボウ軍団。ゴロゴロせず、ちゃんと監視砦を守ってるゴロ。もちろんゴロ。たまにしかゴロゴロしてないゴロ。いや、かわいいな、こいつらも。あ、チューリと、テバ。しばらく見ない間に大きくなったんじゃないか。もう。子供扱いして。その羽の傷つき方、並大抵のことじゃなきゃ、そうはならない。頑張ったな、チューリ。て、ハーツ。ハーツ。そっか。言わねえんだ、でもそういうことは。プルは、どうだった？ええ。お帰り、大変だったみたいね。早速で悪いけど、みんなと一緒に詳しい話を聞かせてくれる？あ、オッケー。大変だったよ。
なるほど、話をまとめると、みんなが城で見たのは封印戦争の神話に出てくる魔王で間違いなそうね。うん。そして格差とでも撃されてた姫様は偽物で、アイラル城に現れたのは魔王がリンクをおびき寄せるための罠だったと。おいらおかしいと思ってたんだ。だってこんなにハイラル中が大変なのにゼルダ姫様が助けに来てくれないんだもん。天変地異もサトルン編も偽物ゼルダ姫様もみんながみんな魔王が復活したせいだったんだ。じゃあ本物のゼルダ様は僕たちが見た通りずっと過去の世界にいて今この時代にはいないってこと。いや、いる。空を見たらそう考えるべきだろうな。それにゼルダ姫は過去で魔王討伐のために何かやろうとしていたようだし、うむ、我らの祖先はゼルダに。魔王が復活するとき一族の者が賢者として目覚めリンクと共に戦うことを誓っていた。でもゼルダ姫様が過去にいるんじゃ何をしようとしていたのかもわからないし、一緒に戦いもしないよ。魔王のことだってすっごい強くて悪いやつってこと以外何にもわかんないし、確かに。どうしたらいいゴロ？うん。でもあんたたちの話からすると姫様は今の時代で魔王が復活するのを見越して手を打っていたように思えるわ。だからきっとこの時代にまだ私たちの知らない手がかりがあるはずよ。お、その通りだぞ。こんなとこで立ち止まってはいられない。俺たちでできることを探すんだぞ。うん、しかし何か手がかりがないことにはな。ん？待って。どうした？封印戦争で魔王と戦ったのは国王ラウルと6人の賢者だって言ってたのよね。あ、そう、それめっちゃ気になってた。風。炎。水。雷。あと2人いんの。時は姫様で。あ、そういうことか。あと1人か。あ、なるほど。え、なになに、何がなるほどごろ、俺も全然わかってねえわ。そうか、あと一人いる。あ、そういうこと、そういうことならわかってた。誰なの、あと一人って。風、炎、水、雷、ゼルダ。あー、なんだっけ、お姉ちゃん、ラウルのミネル様だっけ。うん、その通り。賢者はもう一人いるのよ。あ、そいつを探せばいいの。どこにいんの。これがきっと手がかりになるわ。探してみる価値は大いにあるわ。うん。あんたたちが賢者として目覚めた場所って神話時代の遺跡なんでしょ。あと一人の賢者も同じような場所にいるんじゃないかしら。うん、うむ、ハイラル中で闇雲に探すのは骨が折れるが、神話時代の遺跡に的を絞れるのなら光明も見える。ああ、よし、そうと決まれば全員で手分けしましょう。どこなの、4人は里に戻って残る1人に関係しそうな遺跡の情報を収集。リンクはそれ以外で何か未発見の手がかりがないか探してちょうだい。まだ行ってないとこなんていっぱいあるよ。みんな頼んだわよ。うわー、いいね。5人目の賢者を探せ。ほー、どこにいんの、そんなの。プロはどこにいんの。うん、私たちがなすべきことはゼルダ様の意志を継ぎハイラルを守ること。でも魔王の力は強大。まず5人目の賢者を探さないとね。うん、天変地異以降私はゾナウ調査隊を総動員してゾナウ文明にまつわる遺跡を調べてみたけれど、あ、まさか輪っか遺跡。今までの調査で5人目の賢者にまつわるものはまだ報告されてないわ。でもどこかに未発見の手がかりがあるはずよ。まずはそれを見つけないとね。空とかなのかな、5人目の賢者。封印戦争で魔王と戦ったのは国王ラウルと6人の賢者。そのうちの1人である時の賢者はゼルダ様だから。風、炎、水、雷、時の賢者の他にあと1人いるのは確か。あ、そっか、だからそれが中指のやつなのか。どこかで手がかりがきっとあるはず。神話時代の遺跡をもう一度徹底的に調べてみる必要がありそうね。あ、時の神殿とか、時の神殿とかってことっすかね。ここかな。いや、まあいっか、それはまあ次回やろう。まあ空も行きたいし、まだ地底も調べてないところ結構あるしね。ここら辺調べたくてマーク打ってんだけど。そっか。え、ルージュたちは話聞きたいんだけど、みんなから。ルージュたちどこ行ったの。
どこにいんだろう。あ、ビューラ。ああ。武器を工夫することこそ戦いに勝つ秘訣。どうだ、私の考えた武器の強化。聞きたいか。あ、聞きたい。おお。剣に盾をつけると、剣でガードができるようになるんだ。そうなの、すご。我らがよく使う槍や両手剣のように、両手を使う武器の時は盾が持てんが、この発明なら手が塞がっていても攻撃をガードできるんだ。すご。うむ、我ながら素晴らしい発明だ。めっちゃ素晴らしい発明だな。他にある。ルビーを盾につけて魔物の攻撃をガードすると、ルビーが反応して相手を吹き飛ばしてくれるんだ。すげえ。もちろんこちらは盾でガードしてるから無傷というわけだ。素晴らしいな、ビューラ。すげえな、ビューラ。一度武器にキノコをつけたことがあったんだ。驚くほど敵が吹っ飛んだもんでな、兵士たちに勧めたんだが、タイとしての緊張感というか、そうだね、そうだね。ゲルドの町ではキノコを武器につけるのは禁止にしたんだ。可愛らしいお前には似合うかもしれないかな。俺可愛らしいかな。でもなんかボスボコブリンみたいなのがつけてたよ。すげえな、剣に立ってはちょっと試してみたいな。ルージュとかはどこにいんだろう。ビューラしかいない。どこ行ったの、テバとか。いや、テバじゃねえ、ハーツとかユンボーとか、どこ行ったんだ。みんな調査してんのか。あ、お前コロコロ転がってる。魔物のことならゲルド族のお姉さんに聞くといい頃。俺たちが知らないこといっぱい教えてくれる頃。あ、そうなんだ。ルージュとかは、そんなことよりいねえの。話聞きたかった。ここは乾燥するぞら。どうした。それにしてもシド王が戦われてる相手がまさか魔王だったと。長く生きているだけに幾度となく大きな戦いをこの身で経験していたが、大きな戦いであればあるほど大きな悲しみがあったぞら。シド王にはそんな悲しみを経験してほしくないぞら。わしは各地に出現した地上絵という異変がゼルダ様につながる鍵を握っていると考えてるぞら。お前すごいな。その通りだったよ。今ハイラル中や川や水路をたどって調査をさせているところずらゾラ。あ、終わった。なんと全ての地上へお主自身で確かめたと。あっぱれ。さすがシド王と肩を並べる男ゾラ。しかし、そうか、地上へにそんな仕掛けが。地上へもわしらもその役目を果たしたというわけか。もうわしがやるべきことは何もないゾラ。調査してくれてる者たちに帰還命令を出さんとな。そうね。しかしハーツ殿の空島調査は空を飛べぬわしらでは無理。前線から塔に退いたわしにビューラ殿の武器強化案の手伝いができるとも思えないぞら。ああ、みんながみんななんかやってくれてんだ。では、ジョシア殿の地底調査を。長期に耐性のないわしらでは足手まといになるだけか。わあ、でもいいね、なんか自分に、すげえ締められちゃう。自分にできること考えてんだ。ハーツどこに行ったの。ジョシュア、ハーツ知ってる？ジョシュア。まさか、ゼルダ様の手がかりを得られなかったと。落ち込まれてないですよね。落ち込んでないよ。ラスボスじゃなくてよかったっていう安心の方がでかい。ゼルダ様は地の底に消えたって言ってましたし、何か地底とつながりがあるのかもしれないので。ジョシュア、引き続き地底調査を頑張るですよ。あ、頑張ってね。ハーツは？まあ、いっか。終わりにしよっかな、今日は。こんな感じで。ここを。さすが、えのきだ工務店。どうした、カツラだ。ああ。リンク様、こんにちはっす。ああ。どうすか、眺望台、お役に立ってますか。めちゃくちゃお役に立ってるよ。実はこの眺望台は、我らがえのきだ工務店の仕事なんすよ。すっげえ。もちろん、設計はプラー様っすけど、世界は股にかけた一大事業だったっす。ああ、まあ、えのきだ工務店は、でも、人を打ち上げるものだとは思わなかったっすけど、確かに。まあ、というわけで今回ここまでにしよっかな。ハーツいないし、ルージュとかもうみんな帰っちゃったのか、シドとかも。